足、お腹、脇腹の贅肉が爆痩せする簡単立ち腹筋エクササイズを行っていこうと思います。怠け者でもできる、一緒にやっていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。はい、ではですね、まずは体をね、このように腕を振っていただいて、まずはね、体のウォーミングアップを始めていきましょう。いきなりね、始めてしまいますと体をね、痛めてしまう可能性がありますので、まずはね、リラックスした状態で筋肉を動かしていきましょう。で、じゃあこの時ね、しっかりと呼吸ですね、鼻から吸って口から吐く、これを行ってしっかりとね、動ける体を作りながらやっていきましょう。はい、 OK です。次は頭の後ろで手を組んでいただいて、体をひねっていきます。では行きましょう。せーの、スタート。はい、では息をね、吐きながら戻して、吐きながら戻す。しっかりとね、ひねるときに息を吐いて、しっかりとひねれるように動かしていきましょう。このときにね、力が入らないようにしっかりとね、動かしていきましょう。あとはね、お腹ですね、この腹筋、ここはですね、力をちょっとね、入れながら行っていくと、さらに姿勢もね、良くなっていきつつ、腹筋も鍛えることができますんで、まあ、お腹の方はね、力抜かないようにしていきましょう。OK! 次は、このように足を開きながら、体を少し曲げます。そして、背中がまっすぐの状態ままで、腕をこのように振っていきます。この時、背中がずれないようにまっすぐ保ったまま行っていきましょう。では、いきます。せーの、スタート。はい、じゃあ体少し曲げながらですね、背中をまっすぐまで腕を振っていきましょう。そしてこの時にお腹のね、腹筋、ここにね、力を抜けてしまうと体がね、だらんとなってしまいますので、お腹にはね、力を入れた状態のままで息を止めずに行っていきましょう。こうすることで腕周り、背中、お腹とね、しっかりと動かすことができますので、ここまで腕をしっかり振りながら体をね、動かしていきましょう。体で脂肪が燃えていきますよ。はい、 OK。 次は両足を肩幅ぐらいに開いてもらって、手を天井に向かって伸ばしていきます。この時に息を吐きながら、ふー吸って、ふー吸ってという形で行っていきます。では行きましょう。せーの、スタート。はい、しっかりと伸ばして戻す、伸ばして戻す、これを行うことによってしっかりとね、脇腹から腕からお腹が伸びていきますので、しっかりとね、この使われてない筋肉が伸びていきます。しっかりと指先まで天井に伸ばしていきましょう。足がね、離れないように両足はつけたままですよ。しっかりとね、呼吸を続けながら行っていきましょう。はい、OK。 それでは反対にいきましょう。いきます、せーの、スタート。はい、しっかりとね、伸ばしていってあげましょう。しっかりとね、伸ばしてあげると、この伸びた時のね、張り感ですね、この左右差とかもね、あると思いますので、普段どっちの方がね、動かしてるのかなっていうのもね、より分かりますので、特にね、張りが強い方が普段あまりね、こうやって伸ばせてない可能性が高いので、できるだけですね、その詰まっている場所、体幹が強い場所をしっかりと伸ばすように動かしていきましょう。そうすれば脂肪がどんどん燃えやすい体になっていきます。 OK。 次は腕と足を両方使います。なので、腕を上げたらギュッと近づけて、肘と膝をくっつけるように動かしていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。はい、腕を伸ばして、しっかりと肘と膝をくっつけるように上げていきましょう。この時、体が曲がっていたりすると、姿勢をね、バランスを崩してしまいますので、できるだけですね、体をまっすぐの状態まで、腕をね、しっかりと伸ばして、肘と膝をくっつけるように上げていきましょう。途中でね、しんどいという方は無理せずに、途中でね、休憩を入れてもらっても大丈夫です。はい、頑張って。はい、OK。 それでは反対に行きましょう。
せーの、スタート。はい、しっかりとね、肘と膝をくっつけるように上げていってください。もしどうしてもね、足が上がりきらないという方はですね、できるだけね、上がるようにこの指ね、近づけるだけでもいいので、という感じでね、やってみてください。もししっかりと上げれる方は、このね、肘と膝をしっかりとね、くっつけるように上げていきましょう。あとはですね、この目線、目線がね、下向いたりとか上向いたりするとね、バランスを崩してしまいますので、そのあたりも気をつけながら行っていきましょう。 OK、 次は腕をねじりながら持っていただいて、そのまま上に上げます。そしてこの状態までお腹をぐるぐるっとね、回していきましょう。ではいきますよ、せーの、スタート。はい、しっかりとね、持ってもらって、このままぐるぐるーっとね、この腰だけを回していきます。で、この時ね、腕はね、しっかりと上に上げながらですね、伸ばしながら動かしていきましょう。で、この時ね、呼吸を止めないように、ただね、腰だけを動かして回していきましょう。これやっていくとね、お腹が伸びて、しっかりとね、お腹筋は働いていきますので、でですね、これもやってみてくださいね。もう一度頑張っていきましょう。OK、 次は反対回しを行っていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。はい、上げてもらって、そのまま反対回しですよ。しっかりとね、ぐるぐるっと回して、お腹の腹筋を使っていきましょう。ここで呼吸ね、結構止まってしまう方いらっしゃるんですけども、なんでね、呼吸止まっちゃうとね、筋肉ギュッと固まってしまってね、体がうまく使えなくなってしまいますので、できるだけね、上にぐーっと上げてから、お腹を伸ばしながら腰をね、回していきましょう。しっかり深呼吸をして回ってください。 OK、 次は足を大きめに開いていただいて、腕を伸ばしましょう。そしてこのまま足をタッチするようにぐーっと曲げて、そして反対も同じようにぐーっと足に近づけていきます。これを交互に動かしていきますよ。ではいきます、せーの、スタート。はい、そのね、ぐーっとね、肩を曲げていきましょう。しっかりとね、腕を伸ばしながら足にね、手を近づけるように動かしていきましょう。はい、しっかりとね、動かして動かして、足だけまでね、指がつかなくても大丈夫ですので、できるだけね、足先に近づけるように、体をこれでひねっていきましょう。こうすると腹筋周りもしっかりと伝えていきますよ。はい、頑張って頑張って。はい、OK。